矢上氏、昨日言っていた業者風の作業服を用意してありますぞ。清涼高校へ行く前にスタンバイしてくだされ、サイズはバッチリのはずです。矢上氏の体のことは完璧に把握しておりますゆえ。だろうな。つくもの仕事に不満だったことはないよ。あいつら何カッコつけてんの。妙な貫禄出して。清涼高校へはこちらからタクシーで参りましょう。おのおの方よろしいですかな。今回の依頼はうちにとっても矢上氏にとっても今後大口案件になる可能性があります。絶対に成功させましょう。来る依頼に重いも軽いもねえ。どの打席でもフルスイングがうちのスタイルだなあ、タボだね。じゃ、早速行ってみようか。空調のメンテナンスでしたよね。理事長から伺っています。ご案内は無用ということでしたけど。ええ、お気遣いなく。なんか金のある学校って感じだな。私立の進学校だからね。今は休み時間か。とりあえずはざっと校舎の構造をつかみたいですね。校庭に出てみましょう。そこから全体を見渡せそうですぞ。学校の作り自体はさほど特殊ではありません。教室棟にあれが体育館ですな。用意してる小型カメラはいくつあるんだ。20台です。その映像は全て僕の PC 上で確認することができます。4人で手分けして仕掛けるか。バラバラで動いてあまり目立ちたくないな。部外者が1人でいると何してんだって注目されやすいじゃん。でも2人組ならそうでもなくなる。さすが矢上氏。こんな話を聞いたことがありますよ。詐欺師が偽警官なんかを装うときは大抵2人組で現れるそうです。すると相手がよほど用心深くない限りまず疑われないようで。つまり僕も矢上氏の案に賛成です。よかったな、タボ。詐欺師の才能があるってよ。じゃあ俺とカイトさん、つくもと杉浦で10台ずつ手分けだな。カメラってのはこちらです。150度の広角レンズで浅く広く監視ができます。これをいじめが起きそうな場所に仕掛けていってください。先行の死角になるようなところってことだよな。任せとけ。俺はその辺鼻が利くぜ。そこを威張って言えちゃうのが海藤さんだよね。そんなに褒めるな。
よし、ほんじゃまあ、いろいろ見て回ろうか。そうだな、俺らはこっち、つくもたちは逆から行けや。了解。よう、俺らが取り付けるカメラは10台しかねえ。仕掛ける場所は慎重にな。待て待て、ここはいいぜ。下駄箱だ。青春のドラマが起きる舞台じゃねえか。ドラマって？あるものはラブレター、またあるものは決闘の果たし状を相手の下駄箱に忍ばせる。それはなんか時代だね。いいから、まずはここだ。なるべく死角がないように3台仕掛ける。ここでいきなり3台。学校で死角になるような場所なんてそんなに多かねえ。だがここの下駄箱は俺のアンテナにビンビン引っかかる。そっか、まあ分かったよ。こちらつくも、やなみし。早速カメラを仕掛けましたな。こちらでしっかりモニターできています。その調子でお願いします。わかった、そっちもよろしくな。ええ、こちらはまず体育館裏に仕掛けました。続いて教室棟へ向かいます。了解。よし、先行くぞターボ。この回はあいつらに任せるか。タボ、俺らは上だ。あ、いいよ。おお、階段だ。ここも学校の死角だぜ。よくいじめられっ子が突き飛ばされたりするわな。そんなしょっちゅうあることじゃないでしょう。まあでも確かに死角にはなってるか。だろ、見通しが悪く教師の目に留まりにくい。いかにもいじめの現場になりそうだぜ。なるほど。よし、早速1台仕掛けるぞ。よし、それじゃあ上の階だ。神氏、今2階ですかな。うん、これからカメラを仕掛けるところだ。我々はもうすぐ1階に仕掛け終わるところです。その後は東棟に向かいます。東棟の方は我々に任せて、八神氏たちは2階と3階を中心に仕掛けていただけますか。うん、分かった。ダボ、手分けしようぜ。俺は2階をやるから、お前はここより上を頼む。了解。
お、なんだ兄ちゃん。今取り込み中なんだ。後にしてくれるか。校内禁煙ですよね。こんなところでサボって吸ってちゃまずいんじゃないですかね。あ、見られてた。悪いんだけどさ、内緒にしててくれる？いいですけど、その代わりここどいてもらっていいですか？わかったわかった。くれぐれもこのことは内密にな。海藤さん、3階は仕掛け終わったよ。おお、こっちも死角になりそうな場所は一通り仕掛け終わったぜ。だが2台余っちまってよ。この廊下にも1台行っとくか。意外とここも教師の死角になりそうだぜ。なあ海藤さん、教室の中は仕掛けなくていいのかな。いじめってやっぱほとんど教室の中で起きるんじゃね。そうだろうな。だがよ、カメラの台数より教室の方が多いんだからしょうがねえ。できる範囲でベスト尽くすのがプロってもんだ。そりゃそうか。思ったより考えてんだね。廊下をざっと見渡せるようにカメラを仕込むんだ。真ん中あたりの天井がいい。教室の出入りが一目でわかる。よし、タボ、天井に仕掛けるぞ。お前が上だ。はいはい。さあ、これ別に今やらなくてもよかったな。後で授業中にやるとか。みんなこっち見てるよ。今さら遅い。いいから堂々としてろ。見たか。昨日スマホで洋食屋を煽ってた連中だ。海藤さんも気づいた。2年2組か。いじめを探すなら有望なクラスかもな。よし、あの教室に最後の1台仕掛けようか。ああ、ただなるべく連中に顔を見られねえようにな。あの、ご苦労様です。今日は空調の点検か何かですか？え？あ、お、おお。すいません、すぐに終わりますから。そうですか。いえ、何も事前に聞かされてなかったものですから。
それは俺らもです。こんなお綺麗な先生がいるなんて。いつもの方と違うんですね。それに空調の点検なら先月やったばかりだと思うんですけど。そう言われてもうちは呼ばれてきただけですから。職員の沢と申します。ここは私の担任するクラスです。失礼ですが誰があなた方を呼んだんです？こちらの理事長から頼まれたんです。てっきり先生方にも伝わってるかと思ってました。理事長からですか？それじゃあもう私はとやかく言えないですね。いや、そんな。あなた方が直接依頼を受けたんですか？ええ、そうなんですよ。いつも我が社がお世話になってます。なるほど。じゃあちなみにうちの理事長の名前は何だったかしら？理事長のお名前？あ、それなら確か奥田さんでしたよね、確か。ええ、そうですね。会っています。すみません、失礼しました。いや、何ってことですよ、先生。しかし、お美しいですな。私のタイプと言いますか、理想は、うん、作業はすぐ済ませますから。すみません、どうも。これで完了です。いや、どうもお邪魔しました。失礼します。あんた何やってんだよ、海藤さん。仕事で来てんだからさ。今の彼女、昔憧れてた先生に似ててよ。俺には数少ねえガキン頃のいい思い出なんだ。なんだよ急に。俺が悪もん？分かってるって。ちゃんと仕事に集中する。こちらつくもです。矢上氏どうぞ。ああ、こっちは全部仕掛け終わったよ。我々の方も仕掛け終わりました。海藤さんと体育館へお越しいただけますかな。今ちょうど誰もいません。そこで仕掛けたカメラを見ながら今後の調査方針を検討しましょう。分かった。体育館だな。お疲れ様。カメラは全機正常に作動中。じゃああとはそいつで監視するだけってことか？かもしれません。時に矢上氏たち、一クラスだけカメラを仕掛けた教室がありますね。何か理由でもあるのですか？昨日俺らが町で指導した連中がいたんだ。要注意の問題児だと思ってさ。なるほど。今のところは特に異常なさそうですが。しばらくは様子見か。けどもしこの学校にいじめがあんなら、確かにこれで引っかかりそうだな。学校ってとこですタバコは格別だね。この背徳感っつうか。今日はちょいちょい浸るね、海藤さん。まあ俺が通ってたのはこんなご立派な学校じゃなかったよ。1年で中退したし。おっと、マジか。もう見つけちゃったよ。どうした？
これは矢上氏たちの仕掛けたところですね。2年2組の教室です。やっぱりあの連中だ。やられてんの女の子か。おい、なんだこいつら。うわ、なんか手に落書きしてるよ。油性マジック？よう、タボ、行こうぜ。あいつらぶん殴ってやる。こんな胸クソ悪いもん、ほっとけるか。ああ、そうだな。待った、矢上さん。ん？終わったみたい。奴ら、教室出てくよ。くせえ、周りの連中も何なんだ。みんな腫れ物に触るみてえによ。なんで誰も助けねえ。行ってみよう、カイトさん。この目で現場を見ておきたい。おう。僕らは依頼人に報告を入れておきます。こんなに早く見つかるとは思いませんでしたが、間違いないですね。結果から言えば、この学校にいじめはあったというわけです。どう対処するか理事長と相談しなければなりません。さっきカメラに映ってたの、あの子だぜ。近づいて様子を見てみよう。なんだ？どうぞ。ああ、どうした。今依頼人に報告をしたところです。お二人も来てください。東棟の3階に理事長室があります。了解。どうぞお入りください。あれ、あ、さっきの。いやー、これは沢先生でしたよね。先ほどはどうも。
皆さん探偵さんですか。八神さんと海藤さんです。こちらのお二人のこともどうか内密にお願いします。そうですか、わかりました。担任の沢先生にはすべて事情を説明しました。八神さんたちもどうぞおかけください。やっぱり。でもこんなに深刻な状況だったなんて。いじめられてるのは幸田真美さん、間違いないですか。ええ、彼女も周りにいるのもみんなバスケ部の子たちです。その仲間内でいざこざがあったのかな。先生もうすうすは気づいてたんですか。幸田さんの元気がないことはもちろん。まあなんだろうか、連中を停学だが退学にでもすりゃいい。この映像が動かぬ証拠だ。いえ、それはさすがに急でしょう。あとこの映像を証拠とするのはちょっと問題があります。確かに学校が生徒を隠し撮りしてたなんて言えませんもんね。そして加害者側の生徒たちもまだ子供です。そちらの将来は慎重に考慮しなくては。警察はいけません。理事長はこのいじめをなかったことにしたいんですか。ああ、昨夜は必ず対処すると言ってたがな。もし隠そうとおっしゃる気なら私にも覚悟があります。隠そうだなんてそんなことは言ってませんよ。ならすぐに手を打たないと。幸田さんがどれだけ追い詰められてるか誰にも分かりません。それこそ今日自殺する可能性だってあるかもしれない。理事長、いじめは被害者と加害者を物理的に遠ざけない限り当事者だけでは解決しないそうです。第三者が入っていかないと。何かの本にそう書いてあったんでしょうね、つくもさん。でも私の経験上、いじめ被害者というのは自分がいじめられていることを人に知られたくないんです。家族にも友達や知り合いにも。だからいじめを受けている子が助けを求めるときにはそれはもう大変な勇気を振り絞っているんです。なのに第三者の我々の方からいじめを受けてるねと声をかけていいのでしょうか。でも、いや、理事長の言い分もわかる。騒ぎ立てることでかえって幸田さんを傷つけるかもしれない。なんだよ、らしくねえな。タボ、目の前で人が溺れてんのに助けねえ理屈なんかねえだろ。だからさ、要は大っぴらにしないでいじめをなくせばいいんだろ。あのクラスで起きてることはあのクラスの中で解決させるんだ。あ？すみません、あなたは探偵ということでしたよね。八神です。いじめをなくすってずいぶん簡単そうに。どういうお立場からそんな大口を叩いてるんですか。何か賞賛があって言ってるの、八神さんは。多分ね。さっきの動画もう一度出せるか。ええ、もちろん。俺はこの映像の中にいじめを止められる存在がいると思うんだよな。どういうことです。私なんかには分かりません。名探偵にご教授いただきたいです。そんなチクチクした言い方。いや、それなりの覚悟で物言ってもらうぜ。いじめを止められる存在ってのは何のことだ。いじめを傍観してる生徒たち、ただ今はみんな見て見ぬふりしてる。
そりゃいじめやってる連中は数も多いし、下手にかばったら次は自分が標的だもん。高校生にもなるとその辺まで頭が回るんだよ、大人と同じようにね。あ、じゃあクラスみんなを巻き込んで学級裁判を開くとか。八神さんの言いたいのはそういうことですね。しかしそれだとかなり大っぴらにいじめと向き合う場になりますよね。それこそ甲田さんを傷つけかねない。どうなんですか八神さん。俺が言いたいのは周囲が何も言わない状況、それがいじめっ子たちを勢いづかせてるってことです。傍観してる生徒たちは女の子がいじめられてるのに何もしてません。無関心でいたり気づいてないふりをしてる。それが一番安全だからです。けど本当は見てて気分が悪いはずなんです。ああ当たり前だ。もしみんながそれをはっきり口に出して言えればいじめをしている連中に気づかせることができます。クラスの中で自分たちこそが輪を乱す裏切り者だと。すると次は彼らが群れの制裁を受ける身です。その時自分たちを危険にさらしてまでいじめを続けるかどうか。ええ、そうかもしれませんが。うん、だとしたら俺たちは何をすりゃいい？あの教室の傍観者たちに声を出させてやるんだよ。俺たちはその唇を切るだけ。大事なのは最初の第一声なんだ。どういうことなの？つくも、急ぎで小型のスピーカーを何個か用意できないかな。それをバレないよう教室中に仕込む。調達はもちろんできます。ただ僕はまだいまいち八神氏の計画が理解できていません。かもな。正直俺もうまくいくかわからない。でもやってみる価値はあると。いいでしょう、わかりました。では放課後には戻ってきますよ。探偵さんが何する気か知りませんけど、いいですか理事長、私はこのまま何も見なかったように済ませる気はありません。それだけははっきり言っておきます。以前うちで生徒が自殺してしまったと言いましたね。当時沢先生もすでにこの学校の教壇に立っていました。何が原因だったにせよ身近な生徒の自殺を防げなかったことに今も傷ついてるんです。そうでしたか。私は本校の理事長として彼女を失望させたくありません。よろしく頼みますよ八神さん。いかがです、問題ないですかな八神氏。ああ、生徒たちはぼちぼち帰ったみたいだ。お渡ししたスピーカーはお手元にありますね。もちろん。こっちの期待通りの品だよ。ありがとうな、つくも。いえ、その言葉は全てうまくいった後に取っておいてください。教室の方はどう？誰もいない？2年2組ですね、確認してみます。ん？おかしいですな。どうした？教室のではないんですが、一台隠しカメラにトラブルのようです。教室棟の2階階段。故障ってこと？いえ、信号は来ていますので、レンズの前が何かで塞がれてしまったのかもしれません。わかった、どうせ通り道だ。ちょっとそのカメラも見てくよ。どうですか八神氏、何か異常は？
どうかな。ん？これなんだ？なんです？レンズにシールが。あ、矢上氏、後ろに人が。ほら先生、この人ですよ。隠しカメラを仕掛けた犯人、盗撮魔です。隠しカメラを見つけた場合、根本的な対処法はそれを回収することじゃありません。レンズの前を隠すんですよ。すると不具合に気づいた犯人はカメラを直すためにのこのこ戻ってくるというわけです。分かったから、天沢、お前は下がったろ。おい、そこで何してる？だから盗撮魔ですって。どうやらその女子は手だれですぞ。まんまと罠にはめられました。先生、ほら早く捕まえましょう。ちょっと、こら。え、これはちょっとまずい状況なのでは？ああ、分かってるって。やべ。矢上氏、正面に体育館の屋根に登るはしごがあります。ひとまずそこに向かってください。わかった。矢上氏、学校から警備会社に通報されてしまいました。これから応援の警備員が駆けつけてきます。そっか、とりあえず了解。屋上へ着いたようですな。さっきからどこで見てるんだ？ドローンですよ、矢上氏。人のいない移動できそうな場所を見つけました。その屋根の上からドローンを目印に教室棟に向かって飛び降りてください。できるだけまっすぐに思い切って飛ぶのですぞ。たく簡単に言うよな。何人か警備員がついたようです。脱出できそうですか？なんとかするよ。でも例の教室にスピーカーを仕掛けてからだ。え、いや、しかし警備が厳しくなる前に済ませりゃいい。脱出はその後。本気ですか？大丈夫。要は警備に見つからなきゃいいんだし、俺にはつくものサポートもついてるだろ。そんな風に言われると弱いですね。
了解です、八神氏。横浜99課の名にかけて任せてくだされ。では、ミッションスタートですぞ。ここは慎重に行こう。先ほども申した通り、八神氏が安全に目的地にたどり着けるよう私がナビゲートします。ですから無線はこのまま切らずにいてください。わかった、頼んだぜ、つくも。すぐそこなのに。仕方ありません、別のルートを探しましょう。少々お待ちくだされ。八神氏、このルートは諦めて屋上へ向かいませんか？そうだな、警備員がいなくなるのを待ってるのも時間が惜しい。屋上へ行ってみるか。なるほどね。なんだよ、ここも当選。申し訳ありません、どうやらそこは。八神氏、その場所に警備は何人いますか？ん？一人だけだけど。一人ですか、であればそこの警備にはどいていただきましょう。何か策があるのか？八神氏に以前渡したあれを使う時が来たようです。あれってこのボールのことか。一体何に使うんだ？防犯用のカラーボールのようなものですよ。そのボールに粉末や液体を入れてターゲットに投げつけて目をくらませるのです。なるほどな。で、中に何が入ってるんだ？ただの胡椒です。おいおい、そんなんで本当に大丈夫か？まあまあ、ものは試しです。騙されたと思って投げてみてくだされ。ほう、すごいな、効果はバッチリだ。そのようですね。八神氏、ボールには1回分の素材しか入れられません。あとは現地調達でお願いします。ああ、わかった。
雲、聞こえるか？このまま降りていくと例の現場に戻っちまうよな。矢上氏が盗撮魔扱いされた2階の踊り場ですね。はい、その通りです。今現場がどうなってるかわかるか？調べてみましょう。矢上氏をはめた手だれの女子はいませんね。集まっていた野獣馬もいなくなったようです。お、なら行けそうか？警備が一人配置されていますが、矢上氏ならやり過ごせるでしょう。ああ、一人くらいなら楽勝だ。2年2組に着いた。生徒は誰もいない。了解です。警備は完全に矢上氏を見失ってるようですぞ。お前のおかげだよ、つくも。じゃあこれから例のスピーカーを仕掛ける。わかりました。つくも、そっちからスピーカーに声くれる？あ、テステス、こちらマイクのテスト中。本日は晴天なり。あ、テステス。いいね、さすがつくものスピーカー。すぐそこにいるみたいだ。これで仕込みは OK なのですか？ああ、やれることはやったと思うよ。ストップ！ちょっと待った。誰か、ヤックンたち呼んでこい。さっき不審者がいるって警備が騒いでたよ。まだこんなとこいたんだ。けど、なんか見た顔だと思ったんだよね。昼休みの時もさ。てめえ昨日のやつだな。俺のスマホ取ったろ。たっぷり弁償してもらわなきゃな。大丈夫ですか、矢上氏？せっかくここまで来たのに。大丈夫、うまく切り抜ける。てめえ、何うちの学校に入り込んでんだ。誰なんだよ。何にも答えねえんだ。マジで不審者じゃん。女子の体操服でも盗みに来た？なんだよ。じゃあこいつ好きなだけボコってもオッケーなのか？ダメ。俺ら変態捕まえたヒーローになれる。やった！俺一回人の骨ぶち折ってみたかったんだよな。お、何あれ？ヤックン、こいつ結構やるから。みんなで一斉に行った方がいいよ。
事か。やべ、離すなよ。ほら、気合の入った変態じゃねえか。矢上氏、ここで捕まったら変態扱いですぞ。ニュースの見出しはきっとハレンチなものになります。冗談じゃねえ。やるしかねえか。うらぁ、よっしゃ。少し大人げなかったかもな。いえ、それよりもう消えましょう。矢上氏はそのまま一人で脱出を。僕たちも順次校内から離脱します。うちの事務所で落ち合いましょう。うん、分かった。